かつて世界の中心にマナを生む大樹があった。しかし争いで木は枯れ、代わりに勇者の命がマナになった。それを嘆いた女神は天へ消えた。この時女神は天使を遣わした。私が眠れば世界は滅ぶ、私を目覚めさせよ。天使は巫女を生み、巫女は天へ続く塔を目指す。これが世界再生の始まりである。